ニコール・アイゼンマンはアメリカ合衆国の画家、ブルックリンク在住。父親が軍政進化として駐屯していたフランスのベルダンで生まれる。ヒー・ババは画家のエスター・ハーマーマン。ニューヨーク州スカーズ・ゲールで育ち、1987年にロード・アイランド・スクール・オブ・デザインを卒業。1990年代からニューヨークで画家として活動を始める。 1996年にグッケンハイムフェロー。2013年にカーネギープライズをそれぞれ受賞。ホイットニービエンナーレには3度参加。2015年9月29日にはマッカーサーフェローを受賞。受賞理由は20世紀の中小が支配の時代に欠けていた文化的意義から人間の表現を取り戻したこと。2003年から2009年まで。 ニューヨーク州アナオン・ハドソンのバード大学で教授を務めた。アイゼンマンの比喩的な油絵は、セクシュアリティ、コメディ、カリカチュアの主題も持て遊んでいることが多い。絵画が有名だが、インスタレーション、ドローイング、プリント、彫刻も手掛ける。エール・スタイナーと共にクイア、フェミニズムのキュラトリアルイニシアティブ、リディケラスを創立。アイゼンマンの絵画の多くは、 彼女自身はあるいは彼女の友人、または日々の生活の観察から生まれた架空の人物の表現主義的な肖像とアイゼンマンは語っている。ありがとうございます。